もう YouTuber さんへとすけど、TikTok はもう、早速の会社ですよっていうなるか、フランチャイズチャンネルが応援しているフランチャイズ加盟説明会はこちら。詳しくは概要欄から。令和の虎、林出資案件、前田さんから報告ですね。はい、というわけですね。令和の虎で僕が出資している林田君です。林田です、よろしくお願いします。 SNS が強いです、出資してくださいみたいな感じの林田君ですね。はい、売りはホームレスです。はい、ホームレスです。で、僕が令和の虎の出資の案件がいろいろ増えて、僕にもみんな連絡くれないから、そこは代わりに前田さんが入りますみたいなの募集したら、朝会に行ったんですか？あ、そうです、朝会に参加させていただいて、僕に直接連絡するのはちょっとなんかこうハードルが高いから前田さんに行ったこう1号目ですね。そうですね。そうしたら前田さんと林田君がゆっくり話して今の事業の進捗とかを聞いたらしいんですよ。はい、前田さん何人かこう会ってて、この人は次こうしましょう、いいですねっていうのと、これちょっといまいちですねみたいな内緒なんですけどあるんです。そこでなんと林田君はいいっすと、面白い企画があります、林田社長時間ありますかって、こう前田社長がこう、よかったですか前田さん。結論まあ良かったですね。でたまたま同い年で、はい、まあ結構話も弾んで、同い年でこうも変わるんですね。そうですね。すみません、本当にお恥ずかしいです。ホームレスのぜひ、はい、林田君の回はね、ちょっと姿違いますけど、この回ぜひ見てほしいですね。はい、SNS コンサルをされてるってことですよね。はい、今ね、そうです。令和の虎に出て年収上がりましたよね。そうですね、何倍にもならせていただきました ね、はい、そうですね。今もいろんな案件を取られててよかったなと思ってるんですが、はい、何が良かったですか林田君。まあ、SNS いろいろ今やってるんですけど、 Twitter だったり Instagram だったり、はいはい、でその中で林田さんは TikTok がすごい今伸ばしてるんですよ。ほう。その TikTok ってこれからやっぱり我々もこう外せないメディアというか、そうですね、うん、その時にめちゃくちゃ自信があると僕に任せたら伸ばせるということだったんで、でフランチャイズチャンネルも TikTok あるじゃないですか。はい、こちらですね、はい、一応地味にやってるんですよ。はい、でそれもまあ伸びてますし、まあ、ただ切り抜きでやってるので、はい、林田さんはもっとこうした方がいいんじゃないかというのをたくさん話をしてくれて、あ、はい、これだったらじゃあ林さんに一緒に話しに行こうかっていう話になった。それをちょっと今日ね、林田さんからそうですね、はい、してもらって、はい、僕としてはやっぱり林社長と、竹村さんの個人アカウントみたいな形でやった方が伸びるんじゃないかなと思っているので、林社長に個人でいろいろと質問して、あのビジネスとかについて語っていただきたいと思ってます。フランチャイズチャンネルとしての TikTok ではなく、はい、個人、まずはそうですね、個人からスタートするというところから、ね、はい、万が一やや流行ったとするじゃないですか、はい、まあ、1万人とか2万人とかいったらどうしたいですか。イメージ的には集客フェーズとフランチャイズチャンネルに誘導するフェーズみたいに分けて、あのシナリオみたいに考えているので、集客フェーズの後は FC について細かく詳しく語ってほしいなとは思います。で YouTube に誘導できるような形にしたいなとは思います。竹村さんもね、 Twitter ちょっと僕は、まあ、あんまやった方がいいか分かんないからやってないんだよねみたいな感じだったから、まあ、Twitter より TikTok やってほしいなとは先に言っておいたから、多分頼めばやってくれると思うんだけど、ぜひお願いします。竹村さんが TikTok に登場するということでよろしいですか。はい、大丈夫ですか、あんな若者のメディアに。いやもうあのダンスとかお願いするかもしれないですひょっとしたらまだ考えてはいないですけど、そこまではやっぱ竹田塾も昔は2ちゃんから始まって、実はね最近ね、あの竹田塾が2ちゃんでどうやって生まれたかの YouTube が全然知らない人が作ってて、すごいね、自分が昔2ちゃんで返信してた文章とかそのまま YouTube とか載っててちょっと恥ずかしかったんだけど、昔は2ちゃんってすごい入ってたから2ちゃんで生まれて、そこからブログに移行して、そこから SEO とかね行って今 YouTube なわけじゃないですか。だから竹田塾は常に最先端のメディア戦略って言ったら、まあ、おこがましいかもしれないけど、そういうのを抑えてたわけで、誰も YouTube がこんなになるとはなかなか思ってなかった時は やれてたから、うん、TikTok もまだやる意味あんのっていう時だからこそやっぱやる意味があるんだろうね。これがもし成功したら多分林田さんめちゃくちゃ仕事殺到すると思いますし、で TikTok で動画を作るってことはショートムービーを作るってことじゃないですか。そうするとインスタグラムのリールだったりとか YouTube のショーツ専門アカウントとか、そういうことも展開できるので、ビジネス的には僕は結構面白くなるんじゃないかなと思います。まあそうですよね、フランチャイズ本部の学校でもね、あのやっぱりフランチャイズ本部がメディアを持つべきだと、でそれを竹田塾チャンネルの例だったり、このそういう話をしながら言ってる。でそこでいろんな本部に
いや TikTok こう作るべきですよっていうことを言えるようになりますよね。でさらに、まあ、やっぱポイントとしては38さんもできるわけじゃないですか。これそれを38さんは、まあ、切り抜きという形でフランチャイズチャンネルのプロモーションやってると。でだから切り抜きだからそんな伸びないっすよってところあるかもしれないですよね。けど38さんの代表の竹内社長が気合い入れてあの TikTok やってるじゃないですか。やってますね。ね、1万人ぐらいいますよね。だからもう僕は林田メソッドによって竹内社長を抜かせれれば林田メソッドは38メソッドを超えてるんで、もう YouTuber は38っすけど TikTok はもう林田君の会社ですよっていうなるか、よくもね斉藤っすよってなるかですよね。だちょっとね僕の方がレイオルトなんかで出演回数多いし、竹内社長個人チャンネルはないじゃないですか。だちょっとね僕の方がちょっと有利なところあるけど、まあ、その分ちょっと僕ねあの出走が遅いんで、うん、そこで竹内社長抜けるか。竹内社長の TikTok 見ました？あ、見ました。どうですかあれは。素晴らしいと思います。素晴らしい。どの点が素晴らしい。ビジネス TikTokかっていう感じの本当にもうお手本になるようなものだと。なるほど。いや本当にあのそんな38さんもやるわけですね。いややるわけですね。なかなかあの勘弁してください。ちょっと怖いです。どっちいや僕にお願いしてほしいですけどただそんな挑発はしないでいただきたいですね。実を言うとやっぱりいろんな会社に分散してね発注するってのはねとてもいいことなんですよね。僕もストックさんにお願いしながら、メディアエクシードさんってところにお願いしながら、前田さんとかにもお願いしながら、こういろんなところやってるから、いろんなチームの情報が入ってくるの。最近のあの、ストックさんの青笹さん、はい、ね、あの人のやっぱ、気合入ってるよね、やっぱね。コンサルとかすごいいいなって思うし、それストックさんにも、ね、一部お願いしてるからだし、前田さんもね、なんかいろいろ面白い話持ってくるから、発注側の強みでね、やっぱり、ね、いろんな分散で。というわけで、新発注先として浮上するか、はい、それとも、やっぱり38だねってなるかプレッシャーがすごいですが、本当に頑張りたいです。多分僕と竹村さんでせーので TikTok 始めますんで、皆さんぜひ登録とかしてもらって、どっちの数が伸びてるかな。さらについでにですね、あけどこれ言うと何で抜かしにくいけど、まあ、うまいけどね、竹内社長のアカウントは見るだけで毎回検索してどっちと抜けるかなっつってっていうのを見せていただければ嬉しいなと思いますね。ジャッジは前田さんにお願いします。ジャッジは僕がどう転んでも面白いと思うんですけどねだけどこれがねやっぱ次のねフランチャイズ本部のやっぱ集客とかそういうのにすごく生きると思うんですよ、この実況中継が。本部の学校のコンテンツとしてもいいと思います。今度本部の学校の先生になるか、これでね。なりたいです。ぜひ、ぜひあの、うん、成功して。TikTok はこうあるべきだ、ね。成功してぜひ、いいんじゃない？あの、お話ししたいです。はい。そういう新企画が始まりますので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。